皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、前回に引き続きダイソーさんのね、脳トレチャレンジパズル紹介していきます。で、今回はボリューム3のマッチングマッチというパズルですね。色をつなげてマッチングって書いてありますけどね、こういうマッチっぽいパーツを組んでいくパズルですね。条件に合わせて色付きの棒をつなげるパズル。棒は同じ色同士じゃないとつながらない。あっちが立つとこっちが立たないと。全4色12本上手に使いこなそうと書いてあります。まあ早速ね、開けてみましょう。はい、ということでマッチングマッチ開けてみました。結構ね、小さい、まあ厚紙ですね、のパーツがいっぱい入ってますね。なくしそうですけど。あ、で、クリエイターの方は今回、リカチさんという方のね、パズル制作ですね。マッチングマッチ説明カードとありますね。どんなパズル？マッチを並べてお題カードに描かれた模様を作るパズルです。これお題カードですね。今回も、前回ね、見逃しましたけど、20問で、裏にもこうついてると。こういう感じ。で、内容物、マッチ48本なんですけど、このパズルで1人が使うマッチは全ての色の組み合わせが2本ずつの計12本ですと。で、これね、どこかに書いてあるかな？ここだ。プレイ人数1から4人となっているので、4人で遊ぶのがマックスでこの数使うってことですね。なので、1人の場合は、12本ですね。で、お題カードを1枚めくり、そこに描かれた模様と同じ模様になるようにマッチを並べます。で、お題によってマッチが余る場合もありますと。マッチを並べるときは同じ色同士がつながるように並べます。だから例えば、これとこれを並べるときはこういう風にこうね、つながるようにしろってことですね。で、お題カードには色の指定があるつなぎ目があります。色の指定があるつなぎ目には指定された色が集まるようにします。こうなるとここには黄色が集まるってことですね。で、色の指定がないつなぎ目には好きな色を集めることができますが、一つのつなぎ目には全て同じ色だけ集まるようにしますと。まあ、つまりこれで言うと、この白いところには何色でもいいけど、まあ、同じ色をここに集めなさいよっていうことですね。だから配置例だとこういう風になると。緑と赤はこうなってて、ここも青と赤で指定されてて、ここは何色でもいいけど、まあ、交差しているところは全て同じ色にしてくださいっていう感じですね。で、だけかな？それだけかな？まあ、2人とか4人とかでも遊べますという風に書いてますね。まあ、早速やってみましょう。はい、今ね、パーツを1人分の12本用意しました。同じ色の組み合わせが2個ずつで12本ですね。で、これをこのカードに沿って、同じ色は同じところで組み合わせていくと。まず1番ね、やっていってみましょう。このカードの上に置いてっていいのかな？まあ、要はこういう感じになるわけですよね、きっとね。で、黄色もこういう感じか。で、緑だから、例えばこういう風になるってことですね、きっとね。よ。こういう感じ。で、全部使わなくても余る分には余っていいという。なるほど。で、そうか。ここはもうこうだから、これは決まっているわけですね。で、緑だから、あとは、これに合うように置いていけばいいと。で、これのパーツ。で、このパーツ以上は使えないので、このパーツの中で、うまく組み合わせていくということですね。なるほど。で、例えばだからこうやったら、ここは、黄色が交差してないといけないと。で、ここが黄色だから、こうかな？緑。そうすると、ここが赤緑にならなきゃいけない。あ、あと、ここも入れるのか。ここも入れるということは、ここは同じ色同士になってはいけないので、要は両側に同じ色があるパーツはないですから、これは違うわけだ。なるほどね。黄色だから、青とかにしなきゃいけないということか。そうすると、ここが黄色青になると。で、ここが、緑青になれば、まあ、こういう風になるわけですね、きっとね。
で、そうすると、ここが青だから青赤がこう来ればいいということでいいのかな。で、ここが青と緑だからこういう感じですね。こうでいいのかな。で、あとは、そうするといいのか。ここは別に交差してないから赤を入れて、で、ここが黄色になると。こういう感じですね。これで、問題が解けたということになるわけですね。お、なるほど。これ1番なんでね、結構簡単だと思います。なので、もう一つ。おそらくこれも番号が多くなると難しくなっていくんだろうな。なので、どれにしよう。これすごいですね。これやってみましょう。よっ。8番。この辺はでもね、こう隣同士で色がついているのはもうきっと、パーツはもう決まっているわけですよね。こうなると。青赤。よっ。重なるか。よいしょ。こうね。で、赤、緑が、ここに、こう来ると。これはもう決定なんだろうな。で、あとここですね。よっ。で、残りのパーツをうまく組み合わせていくという感じ。青。適当になんとなくやっていってみましょうか。緑、黄色だと、黄色、赤にすると、青赤かな。適当にやって、どこかで辻褄が合わなくなる可能性もありますので、よ。で、そうするとここが赤、黄色か。こうかな。で、黄色。これでもういけるんじゃない？黄色、緑。緑赤だから、ここが緑赤。こうですね。で、最後ここが緑だから、これが緑青になって、お、完成。こういう感じですね、きっとね。で、今回の正解を横に並べてみると、こういう感じですね。黄色、青、赤、緑。で、緑、ここが青で。あとは、この交差しているところは全部同じ色にしなさいという感じですね。これが正解。おぉ。もう一個ぐらいやってみようかな。8番だから、裏行きましょうか。これとか難しいのかな。40番。これ綺麗ですね。33番。これにチャレンジしてみましょう。青。なるほど。これはだから、青緑がまずここにあって、緑赤と、もう一個緑赤。これか。じゃあ、これは決定で、この周りを埋めていくと。なので、こことこことここは、同じ色、それぞれね、集まるということですね。おお、なるほど。そうすると、青から、なると、黄色で全部集まるのかな？これはでも意外と簡単なのかな？もしかしたら。こう。で、他の色は、赤からだと、例えば青かな？こうなるのかな？で、緑、青が来る。で、ここも、いけるのかな？いけるいける。これ意外と簡単でしたね。緑、黄色、で、赤、黄色と、こういう感じか。よ、綺麗にしておこう。おう、こうですね。六角形。これは意外と簡単でしたね。おう、という風に、いろんなね、問題があるので、
このマッチを使って、今のは一人用ですけど、他のね、マッチのパーツもあるので、まあ4人とかでも遊べるというね。だから、おそらく誰が一番組めるかっていうので対戦とかもできるわけですね。ということで今回ね、ダイソーさんの脳トレチャレンジパズルボリューム3のマッチングマッチチャレンジしてみました。このね、まあ、カードがやっぱり綺麗だし、この交差するところに色合わせていくっていうね、このパズルの感じは非常にまた新しくて面白いんですけど、まあ、正直言うとちょっとやっぱパーツが小さくて、これね、まあ、紙でちょっと軽めなんで、まあその分遊びづらいかなっていう感じはしますね。であとね、まあ、これが1人分の量で、あと48本全部ありますから、まあ、ちょっとなくしそうな気もすると。まあそこを差し引けばパズルとしては面白いかなっていう感じがします。で、今回ボリューム3で、あとね、もう一個。これね、ボリューム4があるんで、これ次回紹介しますけど、今回のだと一番ちょっとね、これがね、楽しみなんですよ。なのでね、お楽しみに。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。